ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、先日ですけどもダイソーさんでですね1000円のリールと竿のセットを購入してきました。でそれでですね、釣りの方を5回ぐらいですね、5日間ですね使った後のですね、使用感をですね今回の動画で上げさせていただきました。それでですね検証していきたいと思います。まずはですね、塗装の剥げですね。これは、私の取り扱いのまずさからはね来たものだと思いますけども、ルアーの針とかが引っかかった時にですね、でですね傷がついてしまいました。竿先はですね、特には問題ないですね。でですね、やっぱりですね、一番最初に動画に上げさせて時と同じコメントなんですけども、ここがですねどうしてもですね外れやすくなるんですよね。しまう時にですねこうカツンカツンとこうショックがありますので、このところがどうしてもグラグラになって突っ込抜けてしまいますね。あとはですね、知らず知らずのうちにこれがですね、このリールを止めるためのですね、このネジがですね、どうしても緩んでしまいますね。知らず知らずのうちに少しずつですね、緩んでしまいますので、最初に釣り始めるときにですね、意識して、強く増し締めしてあげれば問題ないかと思います。それとですね、ここですね、ここがどうしても緩んでしまいますので、ここもですね増し締めしてあげるといいと思います。あとはですね、ここもですね、でネジになってるところはですね、どうしても緩みがちで触ってはいないと思うんですけども、やっぱりですねこうアクションを続けていくうちに、緩んでくるっていうことですね。あとはですね、ドラグとかも特に問題ないですね。スイッチ系もですね折れたりすることもなく機能してます。こんなところですかね。ですのでですね、1000円といえどもですね、使い方がそう乱雑でなければですね、何回でも使えるということですね。とてもワンシーズンでですね壊れて使えなくなってしまうというもので、釣り方の頻度にもよりますけども、思います。あとですね、もう万が一ですね大物がかかった時に竿が折れる可能性はもちろんありますので、その辺はですね、自己責任ということで、もう嬉しい悲鳴ですけども、そういう感じになるかと思います。以上ですね、この1000円のセットの使用感をですね、ご説明させていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。またはですね、こういう動画もどんどんチャレンジしていきたいと思いますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。